関空で勝てるユタリーチ始めっとごらー。はい、まずこのマップは上陸船がある場合砂浜にある3つの障害物を守らなければならない。つまり時間まで守りきれれば速攻で終わるということだ。なんだって。ちなみにドイツ側には砲撃支援も戦車もないぞ。史実通りで草も生えない。さて早速米兵のお出ましだ。わざとらしくマーカーを置いていくぞ。問題発生、敵兵が来ない。本来障害物の攻略は両翼から迂回してやるものだが、よりによってうちの軍隊は真ん中を守備してるので誰も来ねえ。暇だ。しかも砲兵が対空砲直射してるから誰も上陸できねえぞこれ。それはそうとお前通信兵ささっき呼んだ時なかなか出てこなかったよな。英語で聞けって言ったよな。じゃあ俺来いよ俺。やはり暴力、暴力は全て解決する。仕事しない奴は問答無用でぶっ転がすに限る。てめえ公平用何さっきからワイの弾薬要求だけ無視してんだ。てめえ野戦憲兵に作るぞ。あやって余裕ぶっ壊せたら普通に迂回されてやべえ。でも時間切れでドイツ側の勝ちでいつ。やあルーズベルト見てるか。3分もかからなかったわ。はい、